長子塚古墳は静岡県岩田市寺谷にある古墳。形状は前方公園墳。長子塚古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。静岡県内では第3位の規模の古墳で4世紀後半頃の築造と推定される。本項目では長子塚古墳の北西にある小長静塚古墳についても解説する。 静岡県西部、天竜川東岸の岩手原大地聖園に築造された大型前方後円墳である。周辺には古墳十基が点在しており、長静か古墳群を形成する。明治期に洞窟にあっているほか、これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は、前方部が広がらない江鏡式の前方後円形で、墳丘主軸を大地円辺と平行方向として、 前方部を南南西方向に向ける。噴球に、断築は認められていない。噴球町は108メートルを測り、静岡県内では第3位の規模になる。噴球表面で吹き石、埴輪は認められていない。噴球周囲には幅約10メートルの集合が巡らされており、公園部北側から東側にかけて、周津津見隊が巡らされる。 主体部の埋葬施設に関しては明らかでないが、明治期の洞窟の際には、地表下3メートルにおいて、種の付着した円歴が約3メートル四方に積まれていたという。また洞窟の際、三角園新住居、共型同期、同族2点が出土している。この長子塚古墳は、古墳時代前期の4世紀後半頃の築造と推定される。 当地域を治めた豪族の市長母と推測され、古墳時代前期としては有数の大型前方公園墳として重要視される古墳になる。古墳域は1956年に国の史跡に指定されている。集合右に公園部墳丘、左に集積みたい。古墳の規模は次の通り、明治期の洞窟で出土した主な副葬品は次の通り。象徴静か古墳は、 調子塚古墳の北西にある古墳。形状は前方後方墳。調子塚古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。これまでに発掘調査は実施されていない。墳形は前方後方形で、墳丘主軸を調子塚古墳と直行方向として、前方部を東の平野部方向に向ける。前方後方墳は、静岡県内で5例のみが知られ、 象徴静か古墳はそのうち第2位の規模になる。墳丘に断築は認められておらず、墳丘表面で不起し、埴輪も認められていない。墳丘周囲には前方部の北側から東側にかけて集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は未調査のため明らかでない。副葬品もつまびらかでない。築造時期は超静か古墳と同時期となる。 古墳時代前期の4世紀後半頃と推定される古墳の規模は次の通り、象徴静か古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。